DNA を退職されます。前田さん送りバント事件っていうのが起こるんですけども、小手先がね、夢中に勝てないんだよ。始まりました、事業家の DNA。 本日のゲストは坂井ふうとさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。そんな坂井さんですが、なんと間もなく DNA を退職されます。立派なに DNA 退職する人持ってくるんだよね。なかなか辞める人をゲストに呼ぶってないと思うんです。ないですね。でも今一番走馬灯のように DNA の思い出が蘇ってくるから一番解像度高い。そうなんですよ。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ改めて坂井さんのことを紹介させてください。坂井さんは旅行ドメインでの新規事業と経験後、DNA トラベル、ゲーム事業、エブリスタなど多岐にわたる事業ドメインを入社後は担当してきております。今日はいろいろお話聞かせてください。お願いします。はい、お願いします。じゃあ早速質問していきたいんですけど、ふうたさんはどうして DNA に入社されたんですかね。前田さんっすね。あ、前田さんショールームの前田裕二さんの衝撃が大きかったっていう話があるかなと思ってますね。個別面接かな、グループディスカッションの後の選考の個別面接が前田さんだったと。で、1時間こうワンオンワンで話すわけですよね。1時間中どういう時間の使い方するのかなと思ったら、なんか40分ぐらいショールームの説明をしてもらっていたと。前田さんが自分のスマホを取り出して、はい、見て見て坂井くんみたいなここアバターがさ、こうやってわちゃわちゃしてるでしょ、このインタラクティブ性がいいんだよって言ってて、それをふん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 聞いてたって感じだったのよ、はいはい、でも、まあ、40分それ使ってるわけよ。でもなんか1時間の選考で40分これに使うってすげえなって思って、っていうのもなんかね、その時に話してもらってることが結構印象にも残っていて、なんかその時からエンタメによるこう機械の平等みたいなことを言っていたし、で産業構造が今こうなっててこう変えたいと思ってるって言ってたし、演者も楽しめるみたいなことを言っていて、それすごい熱中して喋ってたなっていう記憶がずっと残ってるわけよ。だからその時に前さん27、8ぐらいなのかな、27、8ぐらいで産業がこうでみたいな話をしつつ、こんなに楽しそうにプロダクト作りの話をするってめっちゃ面白そうじゃんって思ったのを覚えてるかな。でそこまで、それまではあんま DNA って第一志望でもなかったかもしれないけど、そこでめっちゃ面白そうって思ったのは覚えてるかな。で、はい、その後に前田さん送りバント事件っていうのが起こるんですけどもこれね、ちょっとちゃんと説明するわ。はい、なんか個別面接の後に、その後僕の選考プロセスは短期インターンがあったのね。で5日間本当に新規事業部に入れられて業務をするって感じだったわけよ。本当に社員扱いされて、新規事業部だからさ、その人たちも一生懸命この事業当てようって思ってやってるわけよ。その真剣密度すごいなって思ったのも覚えてる。で5日目になんかプレゼンしましたと、他のメンターだったんだけどね。じゃあ坂井はすごいなと、最後突破してくるタイプのやつかって。でアウトプットはそこそこ良かったで、ああ良かった、これ受かったのかなと思ってましたと。でその後に送りバント事件が起きるんだけども、そのね夜に飲み会があるわけよ、なんか祝賀会みたいな。でこれも受かったフラグじゃん。で楽しんでたわけよ、その他のメンターの人がその短期インターン見てくれた。でそこは楽しかったんだけど、途中で前田さんが入ってきました。いや来たと思ってたんだけども、前田さんに坂井君何したのって言われて、こういうものをアウトプットで出しましたって言ったと。そしたら前田さんの顔がもうすごい勢いで曇り始めてわやばいやばいやばいって思ったら、こうなってて、あのね坂井君がやってるのはね送りバントなんだって言って僕が本当にやってほしいのはホームランを狙うことなんだよ、じゃあねって言ってマジで帰っちゃって、これどっちだと思ってた終わったーって終わったーと思って、その後メンターがすげえ慰めてくれてたの覚えてるけど、その時にね本質を見透かされた気がしたよね。やっぱりさ5日間のインターンでさ合否がかかってるとはいえさ、5日間でこれかなみたいな出力じゃん。だけどさ前田さんはそんなんじゃないって思ってたわけじゃん。でそれだけ自分の確信をつかれたっていうところがやっぱり悔しかったから、すぐその後受かって最終面接に受かったんだけど、もう悔しいなって思って、同じフロアに前田さんいたんだけど、ちょっとなんか睨みながら仕事してた僕ホームラン狙ってますよみたいな顔して仕事してた。前田さんからのレスポンスはなかった、ね、なかった
電話取る時も取ってますみたいなちょっと気持ち大きめの声量そうしたけど、やっぱりそれがね衝撃的だった。だけど、はい、それ前田さんだけじゃなくて、やっぱその新規事業のいたチームもやっぱすごかったと思う。やっぱりこのね事業への真剣密度っていうのはねすげえなって思ってたよね。真剣密度、そうそう、それがね DNA に入ったきっかけかな。それを覚えてるよねやっぱね。今のはまあ入社前だったと思うんですけど、入社後はまあざっくりどういったキャリアを歩まれたんですか？3つ分かれるかな。ダメダメ社会人編チャプター1と、チャプター2は優等生すぎる編。これはね社会人の罠だわ。なるほど。で3つ目がゴリゴリリーダー編かな。そこもそこちょっとトラブル起こしてたかもしれないけどもこの3つで僕のね DNA 人生は構成されてるなって思うね。なるほど。あれダメダメ人生はね全てのつまずいてる社会人に送りたいものだよ。意気揚々と入ったわけよ。でなんか僕は尖り人材として選んでもらったのか、なんか難波さんのプロジェクトに入れられたり、あとは新規事業のチームに入れてもらってたりしたから、はい、エンジンかかってたわけだけど、仕事がそんなにできなかったと思うし、最初から何でもできるって思っちゃってたのね。生実家僕長期インターンいっぱいやってたから、できるっしょって思ってたらやっぱできないところが多すぎて、できないところをなおかつ僕は見すぎちゃった自分の。でこれもできないあれもできないってなって、そうすると何が起きるかっていうと、ゴーレム効果っていうのが起きるんだよ。ゴーレム効果、ゴーレム効果って何かっていうと、自己認識とか他者認識に自分のパフォーマンスが本当に影響されますみたいな、だから呪いが本物になるみたいなやつなんだけど、まんまとそれに引っかかってて、で、 できない自分は挑戦するとか新しい施策に挑む資格がないと、で自分が何を振り返っても本当に正しいか分かんない。だからこそ挑戦しないで詰められるというか怒られると、負のサイクルで、挑戦しない自分はダメなんだって思って、で自分のまた嫌な部分が見えるのがもう辛くなってくるわけよ。でこれを1年ぐらい繰り返したのがダメダメ期かな。この時の経験が僕が DNA の人材育成プログラムを整えるきっかけになってるよね。なるほど。真面目で責任感が強かったりとか向上心が強い、あ、そうと思うよ、新卒1年目ほど落ちりがちな、落ちる。だから長期インターンとかバリバリにやってた新卒の人こそ落ちるんじゃない。リアリティショックっていうものだけど、それにまんまと引っかかってたね。それどうやって抜け出したんですか？メンターが良かった。メンターが良かった、それこそ今のゲーム事業本部長の井口さんが僕のメンターを務めてくれたりしていたんだけれども、僕が異動になった後、ゲーム部署だったんだけども1ヶ月半ぐらい研修があったのね、ゲーム未経験の人だから。でその研修中に井口さんがなんか酒井くんって言って、1日1個でも人に説明できる学びを得なかったらそれは退化してるって言って、あ、退化なんですねって思って、でその時に、あ、分かりましたと、じゃあ僕1日5個プレゼンしに来ますよって言って、毎日101で井口さんに5個学びプレゼンしてたの勝手に。そしたら井口さんがすごい面白がってくれて、酒井君は考えが深いね、それいいねみたいな、チームに伝播してってよみたいなこと言われて、それがねすごい良かった。業務の中でうまくいったこととかうまくいかなかったことをちゃんと説明してフィードバックをもらうと、でこうするとまず言語化されるから再現性が高まる、かつじゃあさ、そのさコツを手に入れちゃったならさこれできるじゃんみたいなこと言われたわけよ。その振り返りと挑戦をどっちも自動的に回してくれてたんだよね。これがすごい良かったんだと思うって感じかな。だからそれを今でも DNA の人材育成プログラムの中心に据えてはいるよね。そこが立ち直ったかな。けどそこはさ優等生編の入り口なんだけれども、それでね成果が上げられるようになったわけよ。特にエブリスタの社長になった時は全く違う戦い方だったから、それに最初に苦労したっていう感じかな。これもね社会人あるあるだと思う。DNA で働く中で鈴田さんが一番大切にしてきた仕事の姿勢っていうのを教えていただきたい。一番大事にしているのはできなさそうをひっくり返すっていう話かもしれない。それが大事にしているかな。さっきの自己効力感の話と、そうだと思う。 DNA ってある意味きつい環境だとは思っている面があって、ゲームの時もゲーム未経験の状態で割と収益の一番重い仕事をやっていたり、その後ゲームの中の新規機能を作るリーダーをやっていたり、あとエブリスタでもこう社長に抜擢してもらったりして、でその後 M&Aじゃん、はい、でやったことないって思ってたわけよ、だけど自分の中のできなさそうも吹っ飛ばしたいなって思うし、組織が言う
できなさそうってやっぱ本当なのかなってやっぱ思う時があって、根拠のない自信では僕はちょっと違くて、はい、自分前これできたしなっていうのと、やっぱすごい徹底的に調べるって感じかな。この事業の勝ち筋は何だろうってやっぱり思うし、あとエブリスタにいた時って僕可処分時間を全部ぶっ込んで毎日小説書いてたのね。平日4時間5時間ずっと小説書いてたし、休日は8時間から12時間ぐらい書いてて、エブリスタの社員がなんかランキング1位取るの無理じゃないみたいなこと空気感があったんだけど、いや嘘っしょって思ってやってみたらやっぱできたわけよ。やっぱ気合いの話になるんだけども、それはね大事だし、財産ってそういうものだとは思うかな。だから自己効力感を保った上でいいメンターを持って、でも信じてくれる人がいるならばちゃんと努力とか成長角度で返そうよっていうのが大事なんだなって思ってるかな。それが大事にしてる姿勢かもしれない。さっきみたいな経営改革のこのウェットな部分において、うん、やっぱどうやっても反発とか受けるじゃないですか、うん、そういった時のなんかリアルなこう DNA 社員の姿というか、そういう時にこそ痛感するうちの会社の人の特徴って何かありました？はい、ことに向かうってやっぱめっちゃ強いと思うよ、その場面でも。あの言葉が基準になっていることによって、うん、ことに向かってないってかっこ悪いって空気感が流れるわけよ、うん、なるほど。だから M&A とかのコミュニケーションってどうやってたかっていうと、この事業とか経営を預かる立場で一番大事にしているのは、まあ、ユーザーさんです。この僕はプラットフォームっていうのは本当に素晴らしいと思っていて、そのユーザーさんたちが永遠にこのプラットフォームで楽しみ続ける仕組みを作るっていうところは一番大事だと思ってますっていうスタンスを切るわけよ、はい、でその上で僕は代表取締役なんで、もしかして一番最初に外れることになると思います。でもそれはいいって置いてますって話をしたわけよ。だからここが最優先で、こっちの僕のスタンスというか僕の立場は一番低くていいです。でその上に従業員とかいますけども、僕は一番ここのユーザーさんが喜ぶ事業を作るっていうのは一番大事だと思ってますっていうスタンス切り、これやるとそうじゃない自分ってかっこ悪いなみたいな空気感になってるわけよ。だってことに向かってないっていうのは確かに、だから自分保身とかかっこ悪いって空気感になる。だからこのことに向かうっていう黄金率があるからこそ進めやすいところっていうのはめっちゃあると思う。でこれが多分組織文化だと思う。これがかっこよくてこれがかっこ悪いよねっていう空気感を作ってるわけよ、これすごい大事だな。そもそもなんでこんなに DNA のことが好きそうなのに DNA をやめてしまうんですか？この質問は芯食ってるよね。それはねやっぱみんなに言われるし、なんか DNA が魅力的な環境じゃなくなったからなんじゃないですかとか聞かれることあるんだけど、そんなことはなくて、僕はもともと事業がやりたいって思ってこの会社に入ってきてるわけよ。で事業家と多分起業家ってちょっと違うかもしれないんだけど、会社を作ると事業を作ってちょっと違うわけじゃん。で僕は事業を作りたいと思ってて、なんでこの仕組みあった方がいいのにないんすかみたいなことを思っているものがあって、それを作りたいと思った。でそれを難波さんだったり DNA の経営陣であったりデライトベンチャーズに相談した結果、3パターンあるわけよ、完全自己資本ケース、はい、DNA100% ケースとか、まあ、DNA の資本を入れるけどケースっていうのがあって、これの中の3番目が一番事業上勝ちやすかったからっていうことだよね。ちゃんと事業上勝ちやすいを基準に一緒に考えてくれたの。そうだね、それがなんかねありがたかったっていう感じかな。だから投資受けるって交渉みたいなさ感じが出るじゃん、はいはい、けども交渉っぽいことをちょっと踏まえて話しちゃったら変な空気になったっていうか、なんか怒られて、え誰ですか？難波さんとか。難波さんとか、お前が本当に自分で勝てると思っている座組の作り方とか事業の進め方やれよみたいなこと言われて、なるほど、うわすいませんみたいな、ってるわ。そうだからそれがね恥ずかしかったよね。ってなった時に難波さんとかがいろいろ工面してくれて、なんか30分ぐらいのミーティングが最後入って、こういう形がいいと思ってるんですって言ったら、ああそうだなみたいな難波さんが言って、今もうすぐにチャットするからって言って、これでどんどん固めて進めていこうって言って、難波さんすごい進めてくれたのよ。でその前にもデライトベンチャーズの人とか DNA のすごい忙しいよ多分経営陣の人たちはっていう人たちがまとめてくれたわけよ。で優しいって思って、なんかそれこれまで、まあ、僕が気づかなかっただけなんだけどさ、大人の優しさっていうものにあんま触れたことがなかったというか自覚したことなかったから、だからちょっと泣いちゃったの、その難波さんの101でなんかちょっと泣いてたら難波さんが、で僕がその時にいや優しいなと思ってって言ったら、難波さんが、あ優しさ
優しさじゃなくてこれはね厳しさだよって言って、本当に事業成功させろよみたいなこと言われて、それでやっぱり涙が引いたっていうか、超頑張ろうって思ったし、事業に真剣に臨むとか挑むってこういうことかっていうのを改めて身が引き締まったよね。だからそういうものも含めてありがたかったというか、この入社した時と同じ感情が蘇ったわけよ。この意味わかんないぐらいの事業への真剣密度みたいなのに触れて入ったし、それを最後も味合わせてくれたっていう点で、別に僕 DNA 辞めるから嫌いっていうことは一切ないし、なんかありがとうございますって思ってるよね。いやマジで嘘なく思ってるよね。当時の酒井さん、20歳とか21歳ぐらいの方に、やっぱり同じようにそういった起業家の方が周りにいる環境に飛び込んだ方がいいとかないし、こういったことした方がいいよみたいなことを言うとしたら何ですか？当然ながら事業家とか起業家の隣で学んだことがいいと思うんだけども、それは大事なんだけども、はいはい、それ以上にアンチパターンを理解した方が良くて、アンチパターンってこれやると積みますみたいなやつだけど、なるほど、小手先だね。小手先だよ。要するにキャリアのコスパとか最近そういう概念出てるわけじゃん。ここの会社に入ったらもうすぐに評価がされやすいとか、それこそポジション早く取りますもん。僕変な話だと思ってて、すごく見せるっていうことがすごい簡単にできる世の中になったなっていうのは正直思ってんだけども、負けんだよね、その誘惑に。誘惑に負けるし、その人は長期的に負ける。それは僕は食べチョクのアキリナさんってすごいなってやっぱ思うけどさ、ことに夢中って言ってるわけだし、夢中は努力に勝てないって言ってるわけなんだけれども、小手先はね夢中に勝てないんだよ。それはすごい痛感してる。やっぱり事業に対してもう全力で挑んでるとか、でそうするとどうやったらうまくいくかなってすごい考えるわけよ。でその中で真の再現性のある姿勢とか実力とかノウハウって身につくんだけども、そこの後者のノウハウとかすごそうな部分だけを追い求めるとやっぱり詰む。それじゃなくて絶対に事業に前のめりになった方がいいと思う。でこれをやるっていうのが大事で、小手先的にこれコスパいいなとかすごそうに見られそうだなってやると、やっぱり僕の経験上もあっという間に敗北していくかなと思う。じゃあ最後に DNA を目指す方も目指されるない方も見てくださってるんですけど、これからなんか DNA を受ける方とか、あるいはこれから就活しようとしている方に一言、自己効力感だね。この DNA が与えてくれる最強の資産って何かっていうと、もちろん仲間もあるんだけれども、できないと思っていたこともなんかできるようになるぞっていう、その心理的資本というか、これをつけさせてくれるっていうのが一番の魅力。これはねやっぱり経験で嘘なく言えるところ。これはねすごい、やっぱできなさそうって思うことなんか任されるから、ね、まあ、しかも先輩とかいい人なんだよ、はい、この会社ってなんかこう狂気的な挑戦者を愛してるから、おいいじゃんやったなみたいなすごいなんかね可愛がってくれるんだよね。その意味でいい会社だから、できないと思ってることができるようになるっていう、まあ、メンタリティで分かんないよ本当にできるようになるかはね、けどもその心理的資本を作ってくれるのがこの会社であると。だからこそ入ってくる人は何をやったらいいかっていうと、今周りの人ができないと思っている事業に挑戦しようとか、 DNA が今これできないっしょって思ってることを、じゃあ自分ならやりますよみたいな、そういう気概のある人の方がこの環境を、まあ、ある意味使い倒せると思う。一方でなんか DNA の人ちょっとすごそうなんで勉強させてくださいみたいな感じだと、だからもったいないなって思うよね。もったいないですね。もったいない、うん、全員こしますみたいな方がいいよ。別にさその人もさ可愛がってくれるじゃん、はい、いいねみたいな、はい、そういう人おる会社じゃないから、そういう気概がある人が入って、その気概のままリアリティショックだけは気をつけてね。最初はみんなできないことあるからね、でも自分いつかできるようになりますみたいなノリでやっていくといいんじゃないかなと思う。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやまさか辞める方に一人目に出てもらうと僕たちも予定してなかった部分もあったんですけど、まあせっかくの機会なのでっていうことと、まあ、あの辞める酒井さんだからこそ DNA について思っていることだったりとか聞けて、僕も嬉しかったなというふうに思います、うん、この事業家の DNA では今後も事業家を志す方や就活生に向けた動画を発信していきたいと思います。チャンネル登録や高評価、それからこういった動画をやってほしいとかがあればコメントしていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
DeNA の今人材育成モデルの全てを作り上げた人ということで、人材育成っていうのは基本的に闇深いから、自分はダメだもう終わりだっていう辛さは与えちゃいけないと思うし、 DeNA の全てをバラしますみたいな。